今日はトイレットペーパーカバーを作りたいと思います。うちでは猫のトイレから大きい方をトイレットペーパーに包んで水洗トイレに流すために部屋にトイレットペーパーを置いてあります。剥き出しのままですとちょっと雰囲気が悪いのでカバーをつけてみました。上の方がこのようになっていて、こちらからトイレットペーパーが出るようになっています。では作っていきたいと思います。今日使うものは、ダイソーで買ったアクリル毛糸の波太です。途中で色を変えるので、2色用意します。あとは、10号のかぎ針です。で、2本取りで編んでいくんですけれども、一玉のうちからこの中の方からうまく出るかな、ちょっと出ない、中の方に糸口があると思うんですが、それと外側のこちらの部分を、両方から出して2本取りで編んでいきます。出しておいたのがあるのでそちらでやります。鎖編みを12回編みます。12回鎖編みを編んだら、最初の鎖に引き抜いて、輪を作ります。でこの輪の中に、12回細編みを編み入れていきます。鎖編み1回立ち上がって、1回、2回、3回、4、5、6、7、8、9、10、11、12、細編みを12回編み入れたら、最初の細編みの頭に引き抜きます。こうかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ここですね。今度は2段目になります。鎖編み1回で立ち上がって、一つ置きに二つ細編みを入れるという感じで増し目をしていきます。1目目は1回、2目目と
3目めは同じところに編み入れます。12と3で同じ目に編み入れます。1目めは1回、2目め、3目めは同じところに編み入れます。1、2、3で同じ目に編み入れます。これを繰り返します。1、2、3。1、2、3。で、2段目の最初の細編みにの頭に引き抜きます。3段目です。立ち上がりに鎖編みを1回編んで、今度は、前のこの段の3目を使って4目編み入れていきます。増し目をする場所は、1番と2番です。1目めに、細編みを2回入れます。1、2で3、4で1つずつです。3、4でまた1番目の目に細編みを2回1、2が同じ目に編み入れて、3、4と1つずつです。1目目、2目目が同じ目に入れて、3番、4番、3番、4番と1つの目に1つずつ、これを繰り返して最後のこの目まで編んでいきます。3段目の最後の目になりました。最初の、細編みの頭に引き抜いて、これで、1、2、3段目が終わりました。鎖編み1回で立ち上がって、今度は、4目の中に5目編み入れていきます。増し目の場所は、4番5番で増し目をしたいと思います。根元に1目2目3目と4と5は同じ目に編み入れていきます。4、5。1、2、3目めまでは1つの目に1つずつ細編みを編み入れていきます。4、5で増し目をします。4、5で同じところに細編みを編み入れます。1、2、3。4、5で同じ目に編み入れて
増し目をします。これでまたぐるっとこの目まで編んでいきます。4段目の最後の目まで来ました。また最初の細編みの頭に引き抜いて、次は5段目になります。5段目は5目を使って6目編み入れていきます。増し目の場所は4,5,1,2に戻ります。すいません、立ち上がりに鎖編みを1目編んで、1目目、2目目は同じところに3,3,4,5と、1つの目に1つずつ1,2,3,4,5,6ですね、6目まで、1目目と2目目は同じところに細編みを編み入れて、3,4,5,6と一つずつ編んでいきます。1と2は同じ目に編み入れて、3,4,5,6,1と2は同じ目です。3,4,5,61と2は同じで、3,4,5,6。もう一回なのでやってしまいます。1と2で増し目をして、3,4,5,6で最初の細編みの頭に引き抜きます。今 1,2,3,4,5 5段編んだんですけれども、トイレットペーパーちょっと用意してもらって、大きさを見たいと思います。これまあフルなんでこのくらいでいいかなと思います。5段編みました。
これでいいと思いますので、よいしょ。今度は、縁の部分、縁というか側面の部分を編んでいきます。なるべくこの部分がこうキュッと角になるように編みたいので、この1周36目あると思うんですけれども、6目減らし目をしていきたいと思います。で、鎖編み1回で立ち上がっています。こういつもはここに入れるんですが、向こう側の片目だけ拾って細編みを編んでいきます。そして5番6番で、減らし目をします。1、2、3、4、5番目の目に入れて糸を取ってきて、すぐに6番目の目に入れて糸を取ってきて、この3セット、かかっているものを一気に引き抜きます。これで1目減らし目しました。同じように1、2、3、4で5番と6番で減らし目をします。1、2、3、4。6で減らし目をします。1、2、3、4、5、6で減らし目です。なんか毛がいっぱい、すいません。2、3、4、5、6で締めです。1、2、3、4、5、6。で最後の目まで編めたら、これは普通に引き抜いていただいていいです。細編みの頭に引き抜いて、側面の1段目が終わりました。2段目、側面の2段目からは、普通に1つの目に1つずつ編んでいきます。根元に1、2、3、4、
30目あるかと思いますけれども、全部一つの目に一つずつ編んでいきます。側面の2段目が終わりました。最初の細編みの頭に引き抜いて、次の段に行きます。このままずっと編み進めていくと、斜めになってしまったりするので、次の段は一回鎖編みで立ち上がったら編み地を返して、普段、平らに編む時のように編んでいきます。根元に一つの目に一つずつ、また、この最後の目まで編んでいきます。側面の3段目が終了しました。最初の細編みの頭に引き抜いて、鎖編み1回で立ち上がって編み地を返して、根元から一つずつまた細編みを編み入れていきます。4段目、側面の4段目の最後の目になりました。細編み、最初の細編みの頭に引き抜いて、立ち上がりに1目、編み地を返してまた同じように編んでいきます。側面の、5段目がの最後の目です。最初の細編みの頭に引き抜いて、もう一段だけこの色で編みたいと思います。立ち上がりに鎖編み1目編んで、編み地を返して、また根元から一つの目に一つずつ細編みを編み入れていって、最後の目まで編んでいきます。6段目の最後の目になりました。ここで、糸を変えたいと思いますので、最初の細編みの頭に別の色の糸を引き抜きます。引き抜いたら、同じように、立ち上がりに1回鎖編みを編んで、編み地を返して、根元の目から1つずつまた細編みを編み入れていきます。で、今7段目なんですが、同じ作業を12段目まで、側面の12段目まで同じ作業をします。12段目の最後の目になりました。最初の細編みの頭に引き抜いて、これで本体の完成です。糸を切ります。次は、
底の部分を編んでいきます。まずは輪の作り目をします。輪の作り目をしたら立ち上がりに1回鎖編みを編んで、この輪の中に、6回細編みを編み入れていきます。1回234、5、6、1、2、3、4、5、6目、6目編めましたら糸端を引っ張って真ん中を埋めていきます。そして、最初の細編みの頭に引き抜きます。次は一つの目に一つずつ、一つの目に、2回ずつ細編みを編み入れていきます。立ち上がりに1回鎖編みを編んで根元に2個、2回1、2、次の目にも2回3、4、次も同じです。5、6、7、8、9、10。11、12、これで次は、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで2段目が終了しました。次3段目ですが、鎖編みを1回で立ち上がって、次は、この2目を使って3目編み入れていきます。増し目をする場所は、1番と2番、1目目と2目目を、1つ同じ場所に編み入れていきます。 1と2は根元の目に編み入れます。1、2、3、3は一つの細編みに一つです。同じことをします。1と2は同じ目に編み入れて、3は1回、1と2を同じ目に編み入れて、3は1回です。1、2、3、
82 3 1 2 3で、これで最初の細編みの頭に引き抜きます。1、2、3段完了しました。6段まで編んでいきます。次は1、2、3、4段目鎖編み1回で立ち上がって、先ほど1、2で、増し目をしましたので、今度は3、4ですね。1、2、3、3、4で増し目をします。4目編み進めていきます。1と2は1つずつ、1、2、3と4で同じ目に2つ、1、2と1つずつ編み入れて、3と4は同じ目に編み入れます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、3、4、これで最初の細編みの頭に引き抜いて1、2、3、4段完成しました。次5段目です。鎖編み1回で立ち上がって、3、4で増し目をしましたので、また、1、2に戻りたいと思います。根元に2つ細編み、1、2で同じ、目に2つ細編みを編み入れて、3、4、5、これを1セットとして、6回やります。あと5回です。1番と2番は1つの目に編み入れます。3、4、5と1つの目に1つずつ細編みを編み入れていきます。1番、2番で増し目をして、3、4、5、1、2、
3、4、5、1、2、3、1、2、3、4、5、これで5段目が完成です。最初の細編みの頭に引き抜きます。糸がもしかして足りないかもしれないので、私はここで色を変えたいと思います。色を変えたいと思いますので、ブルーの方を引き抜きます。鎖編み1回で立ち上がって1、2で増し目をしたので、今度は3、4で増し目をします。根元に1目、次の目に1目、1、2、3、4を同じ目に編み入れます。で、5、6と進んでいきます。このワンセットの目の進む数と段数はイコールです。6段目をやってますので、6目進みます。1、2で3、4は同じ目に編み入れます。で、5、6と一つの目に一つずつです。1は1つ、2も1つ、3と4は同じところに編み入れます。5、6と1つずつです。1、2、1、2、3、4、5、
6、はい、これで、底の部分が終わりです。最初の細編みの頭に引き抜きます。次は、下の部分の側面を作っていきます。やっぱり、頭の部分をやった時と同じように、少しこう角をつけたいので、減らし目をしながら編んでいきます。1回鎖編みで立ち上がって、根元の2つ、これ4つあるんですけど、2つあるうちの向こう側の片側を拾います。1 2 3 4、5目6目で減らし目をします。5で拾ってきて、6も6目目も入れて、針を持ってきて、3個一緒に引き抜きます。これで1目減らし目ができました。同じことをやります。1 2 3 4、5番と6番で減らし目をします。5番と6番を1 2 3 4、かぎ針を入れて糸を持ってきて、すぐにまた隣の目に入れて、糸を持ってきて、3本かかっているのを一度に引き抜きます。1 2 3 4、1 2 3 4、5 6で減らし目です。1 2 3 4 5 6、はい、側面の1段目が、これで終了です。最初の細編みの頭に引き抜きます。これ底なんですけど、上の方を作ったのと同じように、また斜めになってしまうので、鎖編み1回で立ち上がって、もうこれで、減らし目も
増し目もしませんので、一つの目に一つずつ編み入れていきます。根元に1、次も1、次も1というようにぐるっと一周します。何段編みましょう。1、2、3、ひとまず、3段くらい、編んでいきたいと思います。側面の3段が編み終わりました。最初の細編みの頭に引き抜いて、糸を切ります。で、こちらの本体の方も、糸始末をします。糸始末が終わりました。今度はここ飾りをつけていきたいと思うんですけれども、こうペーパーを入れてからの方が、つけやすいので入れていきたいと思います。このようになっていますが、ここの芯を抜いていきます。いろいろやり方あると思うんですけれども、適当にやります。普段だとこの紙についてくるんですけれども、今回ついてこなかったので、ちょっと最初無駄になるかもしれないんですが、ミシン目ました。こんな風に、芯を抜いて用意して、これをかぶせていきます。ただこうかぶせれば感じで、で底の方も被せていきます。こんな感じで、あとは作っておいたお花を
こんな感じに。だいたい。バランスを見て、これこっちですね。どんながいいでしょうか。こんな風な感じに留めていきます。今回はグルーガンを使って留めていきます。このグルーガンはですね、セリアで買ったものです。では留めていきます。グルーガンはすぐ固まるのでとても使いやすいです。はい、こんな感じで出来上がりました。なんか海外の方ではティッシュの代わりのにトイレットペーパーこんなようにして使うようです。ただトイレットペーパーがむき出しで置いてあるよりもカバーをつけたりすると可愛いかなと思います。今回はバラをこのようにしてつけたんですけれども、いろんな方が、お花のアップとかをしてらっしゃいますので、参考にして、つけていただいたらいいかと思います。あとこっちは、猫ちゃんを縁にあんですかね、縁についているような感じでこうつけてみました。かわいいです。お好きなものを、このようにして飾って、楽しんでいただけたらと思います。意外と、トイレットペーパーも便利です。今日は以上になります。ありがとうございました。